医療分野でも信頼されているハイレベルな製菌加工ファブリック、バイオガード。バイオガードは小松マテーレが開発した高い製菌機能を持つファブリックです。製菌性、洗濯耐久性、用途展開についてご紹介します。まずはバイオガードの製菌機能について。一般的な抗菌防臭加工は付着した菌を繁殖しにくくさせる効果を持つのに対し、製菌加工は付着した菌を減少させる効果があります。繊維製品の抗菌加工、製菌加工には用途や加工により SEK マークという4種類のマークが存在します。バイオガードは医療機関などでの業務用対象となる SEK 赤マークと一般用途が対象の大々マークを取得済み、匂いの原因となる黄色ブドウ球菌や食中毒の原因となる大腸菌など複数の菌に対して効果を確認し認証されています。またバイオガードは当社独自の加工技術で特殊な薬剤をポリエステルの内部に耐久固着させることで優れた製菌性と耐久性を発揮します。薬剤はノンホルマリン対応で人に優しい素材です。これはバイオガードの黄色ブドウ球菌に対する製菌効果を見る実験です。未加工の生地、一般的な抗菌防臭加工がされた生地、製菌加工素材、バイオガードの3種類で検証。それぞれの生地に1万個の黄色ブドウ球菌を付着させ18時間培養します。培養後、菌はどうなったでしょうか。未加工の生地では菌が1000倍に、一般的な抗菌防臭加工の生地では菌が10倍に増えてしまいましたが、バイオガード加工の生地は菌が1000分の1まで減りました。このことからバイオガードが優れた製菌性能を持っていることがわかります。次にバイオガードの洗濯耐久性について。一般的な抗菌防臭加工は家庭洗濯10回レベルの耐久性のため、条件の厳しい工業洗濯では機能がなくなってしまう場合があります。しかしバイオガードは特殊抗菌剤が繊維の中に耐久固着しているため、優れた洗濯耐久性を持ち、繰り返し洗濯しても効果が持続します。またバイオガードは吸水性、静電性、汚れ除去性、防炎性などの他の機能を組み合わせることで、より快適に安全に使用することが可能です。最後に用途展開について。現在バイオガードは製菌機能を生かし、医療・介護のユニフォームやスポーツウェア、ワーキングウェアなどの医療はもちろん、カーテンやソファー、パーテーションといったインテリア用品など、さまざまな場所・用途で使用されています。医療分野でも信頼されているハイレベルな製菌加工ファブリック、バイオガード。小松マテーレ。